雨の朝東京ですけれども、今品川駅に向かっております。目指す先は愛知県蒲郡市、今日から3日間ある森道市場というフェスに、僕は3日間じゃなくて明日と明後日金土2日間だけ、遊びに行きます。音楽のフェスもちょっとずつ再開されてて、もうすでにいろんなところで盛り上がりを見せてますが、僕も森道自体は何年ぶり ?3 年ぶりぐらい、楽しんでこようと思います。おそらく雨の影響で新幹線が1時間ぐらい遅れてます。今止まってますね。予約を取ってた新幹線に乗ろうとすると1時間以上待たなきゃいけないので、とりあえず現状今止まってる新幹線にこだまなんだけど乗ろうかなっていう作戦で行こうと思います。久しぶりにじゃんけんする？朝ごはんじゃんけん、はい、負けた方が買うの？そう、最初はグー、じゃんけんこい弱い。あ、大丈夫です、はい、朝品川で新幹線乗るときは絶対ここ来るよね。おにぎり屋さん美味しいもん、こんがり屋。さあ、なんとか、こだまに乗れまして、もうすぐ発車だそうです。結局駅で待ったのは20分ぐらいかな。昨夜、入籍の報告を僕はこの Vlog で、美和子さんはインスタグラムでさせていただいたんですけれども、本当にたくさんの祝福のコメントをいただきまして、皆様ありがとうございます。すごく嬉しくなりました。無事にこうやって皆さんと、シェアできて本当に良かったなと思ってます。すごいたくさんの、本当に未だかつてないぐらい のお祝いのコメント、ありがとうございます。一つ一つ大事に噛み締めながら読ませてもらってて、はあ、これが結婚っていうことなんだなという実感しつつ、あと達郎くんのね YouTube の方にもすごい反響があって、本当にありがとうございます。よいしょ。今日はラグーナベイコートさんっていう、ラグーナ蒲郡の中にっていうんですか、隣なんですかね。隣ないんですけど、もうすぐ近くで見えるような、はいはい、ラグーナベイコートさんに一泊します。ベイコートさんはめちゃくちゃラグジュアリーですから、ね、そうですよね。ありがとうございます。新しいんですよね、まだ。そうですね、できてまだ今4年目に入ったので4年目、通しております。すごい、わーすごい、わーすごい、すごい、海と砂降ってるよ。ありがとうございます。え、撮ってもいいですか？どうぞ。あ、すごい。ねえ、どうぞ、進んでくださいませ。おー、すごい。あ、海がすごい。おー、あ、すごい。うわ、すごい。ビューすごいね。天気も良くてよかった。ねえ、何このお部屋、すごい。ほんとセットみたいな。わあ、すごい。あ、ね、すごいよ。おお。でかっ。ご結婚おめでとうございますって。え？ありがとうございます。わあ、すごい。すごい、かわいい。ありがとうございます。めちゃくちゃ広い。今まで泊まったホテルで僕一番広いかもしれない。すごい。さあ、ホテルチェックインを済ませて、荷物を置いて歩いてラグーナ蒲郡森道の、会場に向かってます。美和子さん、フェスは久しぶり？フェス久しぶり、すごい。何年ぶりだろう。最後行ったのフジロック、3年前のフジロックで泊まってる、うん、もっと前か。一緒に行くのは初めてだよね。初めて、嬉しい。楽しみましょう、うん、地元の友達のイーミ君っていう内城ライスマーケットのお米屋さんの子もね、フードで出店してるみたいなので、ね、そう、
おにぎり屋さんやってるみたいなので、それも挨拶に行けたらなと思ってます。うちのお米だってね、内城さんだもんね。そうそう、内城さんのお米も食べてます普段。ありがとうございます。はい、ただいらっしゃい。はい、入場いただきます。ありがとうございます。頑張ってください。暑いけど。あーうめー。あーひろ、ここだ。ようやく買えました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、ひろいっぱいグッズも作って、 T シャツとか作って頑張ってますよ。かわいいライス T シャツ。これ卵で、これがあんこ。これあんこってさ、甘いの？甘いです、これ、で米がうまい。日も傾いてきて、涼しくなってきて、ヒロの美味しいおにぎりと何杯かのお酒を飲んで、とても心地いい感じになってきてます。で今からあの坂本美宇さんのライブがあるんですけど、美和子さん、坂本美宇さんお友達なんだよね。そう、みゆちゃんね、前に住んでた家の近くで、ここでみゆちゃん見れるなんて言って、ちょっと楽しみだね。ということで、ちょっと酔っ払ってきたので、もうこの後回せないかもしれないから、この辺で終わります。まあ、森道、本当に僕の地元でとてもいいフェスなので、まあ今年来れなかった方、来年再来年とよかったら来てみてください。ということで、僕たちは明日も参戦するんですけど、まあ今日はこの辺で終わります。ではまた。おめでとう。すごい。なんと坂本美宇さんがサプライズでステージ上で、お友達が今日入籍したということで、エルヴィス・プレスリーの曲をアカペラで急に歌ってくれて大感激。いやめっちゃ初めて、人生で初めてだし、めっちゃ感動した。めっちゃ感動したな。多分僕たちいること気づいてたと思うんだけど。見えてたね。ありがとうございます。